朝も早から勝浦さやです。AM 一ゼロゼ八、FM 九三三の ABC ラジオがお送りしています。金曜エンゲモンのコーナーです。今週はまたまたゲストにお越しいただいております。 食勝利さんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ございます。待ってましたよ。あ、ありがとうございます。待っていただいてると思っておりました。やっぱり。もう早く出たい。早く出たい。嬉しいです。ありがとうございます。いや、無勝利さんとは本当に普段から仲良くしていただいてまして。よく落語もね、見させていただいてるんですけど。私は。髪型落語家さんの中で、実は一番男前なんちゃうかと思ってますよ。 これはね本当にね、うん、よく言ってくださいました <laughs> もうこれ本当にねいろんなとこで 言っていってほしい言っていってほしいどんどんこれを言っていてほしいです僕は昭和感もあり昭和感があるんですか昭和の男前ってことですか昭和の男前感が言われませんそれはいやあんまりその言われな何でもありがたいことにねそうやって言っていただく方もあいったりしますんでどんどんそれはもうねでね受け入れていこうとその見た目だけじゃなく見かけ倒しじゃなく落語が本当に面白い これも本当聞いてますか皆さん <laughs> 聞いてるんでしょうけど <laughs> これ本当にもう聞いておいてください <えー S 1> ありがとうございますいやいや本当にだからね私はもうは <い S 2> あの偉そうなことは言えませんけれども <はい S 2> 勝ってるんです勝,負で勝利をあら本当ですか <はい S 1> ありがとうございます若手の中で本当ピカイチやなと思ってありがとうございますもう勝利さんはいつ入門されたんでしたっけ <はい S 2> 僕が2014年 2014年それまでも実は芸人さんとしての活動されてたんですよねそうなんですよ僕もともと NSC 出身で NSC で2003年に入ったんですかね同期でいうとちょうど今油のってるかまいたちとか和牛とかそうなんですよあの辺りと藤崎マーケットとかえだから漫才師さんを目指されて NSC に入ったってことですよねそうです誰誰かとココンンビビ組組んんんでででたたすまし いろんな結構最初のコンビが解散してから結構もう変えててで数か月とかでコンビを変えたりしてたんですけど、うん、その中のでいうとあの「アインシュタインのかわいくん」とか。これまた男前ですやんか。かわ <laughs> いくん同義なんですけど。あら でも可愛くんもまあ二三ヶ月ぐらいと思います。えそんな短いの？やや試しに組んでみる。そんなお付き合い女の子とお付き合いしてもさ短いタイプですか？もしかしていや二三ヶ月っていうことなかったんです。なんか僕の頭記憶の中では本当に二三ヶ月ぐらいの感じの。すいなあでもその二人やったらちょっと男前男前すぎてあかんかなっていう感じですか？なんかいやなんかねなんなんなんでしょうね。 気持ちがあんま乗ってけ、あれ、ちょっと、合わへんかったみたいな。いや、あの、あの、仲は良かったんですけか。仲良かった。ですか、今でも仲はいいんですけど。ということは、勝利さん、ボケタイプ。ボケタイプです。ああ、やっぱり、そうなんだ。落語でも、そうですもんね。いや、実は、アホが、ほんまに、アホに見える。ほんまにアホらからちゃいますかね。違う、違う、違う。アホが、とても、アホに見えて、面白い。落語、勝利さんの落語は、感じるので、そうですか。はい。 はい、ありがとうございますなんか心がけてはったりとかするんですかそのアホに対してのそのあんまりでも心がけてるっていうのはないですけど結構僕その落語家の人にも言われるのが「君のはコントや」と <laughs> どっちか言うたらあなるほどね、はい、で僕自身もコントの感じというかそういうので受け入れられやすいようにう ボケてるるとこあるので初めて見た人でも笑える感じにしようと思ったらちょっとこうコントっぽく落語をやってるとこありますねだから入り口のつもりでやって、ええ、みんな僕を通過していくみたいな。

でなんか田舎とかで暮らしたいなと思って畑とかなんかああ癒やされたくて <laughs> 疲れたんやなそうなんですで転々としてたんですよいろんなとこ行ってほんで結構フラフラしててその日暮らしみたいな感じやったんですけどその転々としてる間に母親が連絡あって病気になった、うん、あれてあららら,ら心配やわそうなんですよで、うん、手術をしましたよという事後報告のメールやったんですよ、うん 僕ちょっともうすごい一番フラフラしてる時やったんで、うん、まあ慌てて実家帰って「大丈夫かおかん」と言ってほんでその時にまあ何かおかんにせなあかんな思ったんですけどフラフラしてるし金も全く たくなかったし<ー>ほんで仕事をまともにしてないこれどないしようと思って、はい、お笑いだけはやってたからなんか笑かすことできるなと思ってうん、うん、ほんなら一人でやらないと落語やと。<お>で僕もそれこそ NSC の同期で先に落語家になってたのが月亭太優さんにちょっと相談して「お金のためにこんなちょっと落語家やりたいねん」と「ぜ、ま、ひ、あ、やろう」って言って、うん、で僕は素人落語家として母親を呼んで何人かお客さん入れて落語をするっていうのを。 でまあ、そういうのももう母親のためだけにやって、うん、で入場料取るんですけどそんなもうなんかもう,こう全部病気の団体に寄付するみたいなあ素晴らしいチャリティーってことですねチャリティ的にやってたんですよそれ半年ぐらいやっててうん、うん、その時に僕初めてそうなんか気持ち的にもうこの世界戻る気なんか全くなかったんですけど 初めてまあ母親のために落語をやって、えー、で別にお金を儲けるとかじゃない気持ちで純粋な気持ちでやった時に喜ばしてあげたい喜ばしてあげたいっていうでその時に初めてなんていうんですかね人のために笑いをやったというか、はい、今まで言うた20代は「俺お,おもろいやろうと」と<ー>「俺を見てくれ俺の才能を認めてくれ」みたいなう、えー、そういう漫才をやったんですけど。 人のためにやるってこんなに違うんだってもう全然感覚が違ったんでこの感じやったら僕もう一度できるかもしれんっていうのでで落語家あんま知らなかったんでなんか落語家名監で順番にこう調べていってなんかこう人のためにやってたりそういう意識してやってらっしゃる方はいないのかなと思って。なら師匠のそのそ ちょうど、ね、ボランティア落語みたいなんが出てきてサイトが。で誰やこれって調べたらちょうどツイッターが出てきて、うん、師匠のツイッター見たら、うん、アフガニスタンにいて「はやこの人」と思って、うん、こアフガニスタンのそのなんか難民キャンプに乗り込んで子供たちに笑いを届けるっていう活動をちょうどやってて、はい、であこの方はと思って。 すご,いぞとすごいぞと思ってで帰ってきて舞台すぐ見に行かせていただいてその報告会みたいな、はい、がもうすごい感動して <laughs> あこの方しかいないと思って一緒のところに。 ああお母さんんも喜んでくれはったんちゃいますね本当にだからそれも20代もねどっちかというと反対してたんですよ僕が芸人やることお笑いをすることはい、うん、でそっからまあ落語でまあ母親のためにやるっていうのがあってから落語家になって結構今はすごい応援してくれてるというか落語はどんなふうに言ってくれてます勝利さんの落語を見て ってんな言うてよく見に来てくれたりするそうなんですよい嬉しいですねしいです応援していただいてんかこうきっかけを与えてくれたのもお母さんだし今また背中をね押してくれてるっていうのも本当にこの世界に戻してくれたのは本当母親というかおかげというかその感じでもう今ラジオの向こうのお母さん方キュンキュン来てると思いますよ来ますもうう向この スタッフもキュンキュン来てますよ。<laughs> うすもう泣いてる、泣いてるやん <laughs> これちょっとリピート放送していただけますか、ね <laughs>？こればっかり。でも2014年に入門して、はい、今だから6年。はい 7年目年目とは思えないぐらい堂々としたもうざっくりですよねまだまだやい,やいやありがとうございますいや私時うどんでこんなに笑ったの初めてやっていうぐらい <laughs>、はい、実は勝利さんを最初に見たのが時うどんなんです私、はい、2018年ぐらいに見たんですよ、はいはい、だからその時で4年目とかじゃないですか、はいはい、5年目その時にこんな面白い時うどんってあんねんやって思った、はいえー ので、はい、そこからあこの人はちょっとチェックちゃんとしとかなあかんなって思ったんですね。うすそうした調べてたら、はい、自分でも落語を作られてるしで古典もそうやって自分なりに面白く落とし込んでやってらっしゃるっていうので、はい、なんかこの人はすごいなって思ったんです。はい、ちょっとと嬉ししいいいじゃなでですすかありがとうござまたけ あ、自作のカッパの話。カッパの話。はい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 。ガタロウ。ガタロウ。はいはいはい。カッパがの大阪ではガタロウって言われてるんでしたっけね。なんかまあ地方でもいう場所によっては川太郎って書いてガタロウとかそういう言い方はいはいはい。ねその子供がね夏休みにガタロウに会うっていうお話なんですけどこれがまたなんていうか教習の念というか湧いてきますし嬉しいです。人情話になってません？そうですねまあ8月 意外とこの少年の交流の話なんですけど浜、うん、田博介さんの「泣いた顔に」って本がめちゃくちゃいいじゃないですか童話ですけれどもあれ大人も泣けてきますよね泣けるあれが僕なんかもう子供の頃からむちゃくちゃ好きでそれこそあのカセットテープの時代でほんまにね、はい、あの擦り切れるまでって言い方しますけど実際になんかもう擦り切れてええー なんか<て> <laughs> 本当にその記憶めっちゃあるんですけど、うん、もうそうなるまで毎日聞いてたぐらいの好きな話があって<ー>でそのなんか視点ってこう妖怪に対する優しい目線の視点なんですけどうんなんかそういう目線で話を書きたいなっていうのであの書かせていただいたっていうネタなんですけど本当、うん、これは皆さんにね、はい、聞いていただきたいなと思うんですけどす、ね、今度また新しい創作落語があると聞いておりますけれども。はいはい なんという,う雰囲気の国っていうタイトルで。うわ、なんか面白そう。それだけでも面白そうやわ。<laughs> これ、そうなんですよ。タイトル、思いついた時にね、今、いろんなこう。 やり方あるなっって思ったんですけどだから今ネタとして1本あるんですけどこれが正解なのかまだ自分でも分かってないような状態でもしかしたら違うなんかアプローチでネタ変えていくかもしれないんですけど、はい、ちょっとまたその雰囲気の国についてしっかりと聞いていきたいと思いますのでまた6時台にお願いいたします了解いたたたししししまます了解よろしくお願いいたします。 この時間も金曜演芸もに引き続きまして勝福亭勝利さんにお話を伺いますよろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いいたします創作落語す、はい、雰囲気の国とはい そんな話なのかな、ちょっとだけ教えていただけません?。<laughs> いや、雰囲気を。雰囲気だけでいいですか。か雰, <laughs> 雰囲気だけでお願いします。いや、えっと、まあ、コロナ禍の中でね、はい、結構仕事がやっぱりほとんどないんで。そうですよね。はい。でも、なんかね、ないぶね、やっぱ暇な分、いろんなことを考える時間が多くて。で、結構ネタをやっぱ作ることに時間を。 使おうと思っててちょっと思いついたらじゃあそのネタにしてみようかなみたいな感じで作ってたんですよ。うん、でその中でこうネタのいろいろヒントの中でちょっとこれの前に作ったネタが「小ようじ」っていうネタなんですけど小ようじちっちゃいようじっていう,うん、うん、これはですねあの緊急事態宣言が出て、ええ、落語の仕事がなくなった。うんうん そこにあじゃあその日そこで仕事があるんでちょっと夕方から行かしていただきますわみたいな小さい用事入れてるじゃないですかこういうの結構その仕事の前後に入れたりしてて、うん、でこのガバッと仕事がなくなった時に小用事だけがが残る日が結構続い今度は次の用事入れれないんです大きい用事あそうかあでもちっちゃい用事小用事入れて持てるなみたいな。うん そこからなんか、こ用うだけ残るやつのネタ作ろうかなとか、すごいところから考えましたねそうなんですよ、そういうのをこう楽しんでまして、緊急事態宣言が延長みたいになった時の、えー。 基準は何なんだとここのこういう店はやっていいとかえやったらあかんとか何時まではいいけど何時まではだめだとかそんなんって何やねんこれって雰囲気で決めてんのか<ぁ>みたいな感じに思ったわけですね思った時にうん、うん、あ雰囲気でいろんなことを決める国ってじゃあどうなっちゃうんやろうみたいな面白そういや勝利さんならではのやっぱり感性ですねこれ <laughs>、はい、ですよはいそれでネタを、まあ、雰囲気の国っていうのを一回作ってみたっていう感じなんです いや実はあの勝利さんがすごいなと思ったのがまた一つあって1回目の緊急事態宣言2020年の時に本当にあの落語界完全になくなってしまった時にねコロナと直接対決して「しばき上げる」っていう落語を作りはってそれを見た時に。 この人ほんまそこ知れんなと思ったんですよ <laughs> コロナ退治のお,お話なんですよねそうですね勝負で勝利の youtube にもネタ自体載ってるんで、はい、もし気になったらあの見ていただきたいんですけど <laughs> もう本当落語の域を超えてますもんねあれはね,ね落語かどうかもわからないレベルの話なんですけど <laughs>、えー、いやだってああいう時ってもうどうしたらいいかわからないみんなねどうしよう手詰まりだみたいな状態の中で一つ芸に落とし込むって っていう作業をあそこでしはったのが私はもう尊敬です本またそこからブラッシュアップされたのが紅葉寺でまたさらにブラッシュアップされたのが雰囲気の国っていうことになりますもんねそうですねだからそういうのをこう落とし込む作業っていうのをなんかやっぱり今の時代としてなんか残していきたいなっていうのもちょっとあったりするんで、はい、すごい、はい、私その雰囲気の国まだ見てないんですけどどこで見られますか、はい、実は僕もあの生のお客さんの前でまだやったことないんですよあそうですかはい まあ、いわゆるネタおろしに近い形でやらせていただくのがですね、はいえー、7月の25日の日曜日で、はいえー、夜6時開演で天満天神繁盛って、はい、えー、こちらでですね。わちゃわちゃん、檜舞台といいまして。まあ、僕の同期から。ちょっと 後輩ぐらいの若手メンバーだけで舞台をやらせていただくっていう機会がありましてねすごいことですよねありがたいことにね普通難しいのになかなかね我々ぐらいの経歴やとまだ繁盛艇自体も借りたりできないというか10年目まで借りれないのがわちゃわちゃんっていう昔ねそういう憩いのスペースがあったんですよね繁盛艇隣にねそこで若手がちょっと勉強させていただくという会があったんですけど まあそれを定期的に檜の木舞台という形で繁盛亭の舞台でやろうという会議がありまして、そういう機会をいただいて実はこの日ですね7月25日あの鳥ですごいすごいすごいよすごいですよ初めてのことですかいやそうこんなんはなかなかないですよ<え>繁盛亭鳥なんかはい。 勝利さんの初鳥を初鳥をぜひ見に来ていただきたいですね。しかも安いの千五百円。そうですよ。千五百円。千千五百円前売り料金はいチケットピアでお申し込みいただきまして他には桂間昭金さん月手羽織さんつゆの新興さん食っ鶴田くん勝二豆さんとなんで鶴田くんだけ昆牛にしたのかちょっとわからないですけど。確かにわかります。鶴田くんだけ昆って感じですね。昆牛痛くなるんですね。まあそれぞれ皆さんがこう自信のあるネタをね披露する。 ということですので、ぜひとも行っていただきたいと思います。七月二十五日日曜日夜席六時開演です。テーマ天神繁盛亭です。わちゃんわちゃん檜舞台と、ああ検索していただけましたら、食亭翔理さんの鳥が本木の国が見られますので、ぜひとも遊びに行ってください。よろしくお願いいします。翔理さんには来週も引き続き、おありがとうございます。はい、お話を伺いたいと思いますので、来週でもいいですけどね、僕は。いやそれは大丈夫それ大丈夫。はい、どうもありがとうございました。